え、その人は、ガイドさんですか。いや、私と一緒に行ってて、一緒の同伴の方が亡くなっちゃって。どこで亡くなっちゃったんですか。頂上行っちゃった、行ったんですか。頂上行ったの。山頂行ったの。山頂に行って。下ってる最中。亡くなった。要は、ソロの登山家の方とかじゃなくて、その点なくて、あのツアーで一緒に行ってて、まあ、要するに倉岡さんみたいなガイドさんがいて一緒に行ってて、山頂渡ってしたんで、山頂着いたんだけど、そこで、一番最初、その8800まで行かれた時っていうのは、8800まで行って、あ、もうここでちょっと、もう自分はもうダメ、ダメだ、なんでこんなに来ちゃったかって思ったのね。ダメっていうのは体力的に、いやー、待って、来たい。あ、天候があんまり良くなかったんですか。要は、要はもうちょっとでアタックなところを、そこを、そこまでだったっていうのは何かあったんですか。帰り、帰れるかな。あ、帰りを考えて。初めてのところだったので。だってナスビも8700くらいまで行きましたよね。そうですね。でもあと100メートルでもうダメだ。で、その時に行った人もいたっていうことですね。じゃあそれ、その時に行った人の帰りがってことか。2人で行って、2人で行って帰りに、はい、